今回も私のとびっきりを紹介していくぜ。天地無用。1992年に天地無用利用王旗が OVA でスタートしてから、それぞれのキャラクターにスポットの当たったスピンオフなども含めて今なお続いている、多様に盛り込まれた設定や伏線の多さに一度見ただけでは全てを理解できない、まさに鍛冶島ワールド全開の神作品なんだ。そんなキャラクターの中で私が一番好きなのは陽子だぜ。元は宇宙海賊で散々悪さをしてきたんだが、主人公である正木天地の祖父である陽将に700年もの間正木神社に封印されていたんだ。空を自由に飛べたり、戦闘能力はかなり高く、酒好きで男勝りな性格で、家事は空っきしなんだが、封印されていた時も天地の幼少期から十数年間ずっと天地を見守り続けていたり、天地に対する一途な気持ちは眩しいくらいにまっすぐなんだ。敵の刺客が陽子の容姿や記憶をコピーして襲ってくる話があるんだが、これは私の中でも陽子の素直な気持ちやその大きさが知れてますます好きになって応援したくなった話でもあるから、ぜひ見てもらいたいんだぜ。まさき家、くらみつ家、ギャラクシーポリス、神様、異世界などとんでもない要素やその相関図の凄さをぜひ味わってほしいんだぜ。わしりゅうちゃんや陽王旗、魅力的なキャラクターが多くて悩んでしまったぜ。最後までご視聴ありがとうございました。